篠原駅は愛知県豊田市篠原町津奈景にある愛知環状鉄道線の駅。駅番号は17。丘と丘の間の谷間にある高架駅であり、相対式ホーム2面2線を有する。開業時は現在の下り本線のみ存在する短式ホーム1面1線の構造であったため、下り線が一線する構造となっており、当駅を通過する上り列車の中には、 下り本線を通過していくものも存在する。下り本線には安全側線が設置されていない。上下本線どちらにも両方向への出発信号機が設置されており、当駅が始発、終着となる列車の設定が可能である。そのような定期列車の設定がかつて短期間ながら存在したが、近年では主に豊田市内の各駅を連絡する臨時列車が当駅と、 北のマス塚駅間で設定されたことがある。駅正面は下りホームであり、上りホームは駅の横にある高架下道路を回ったところに出入り口がある。A サ都市駅や6名駅同様終日駅員が配置されない無人駅であり、駅舎は設置されていない。1日あたりの平均乗客数は以下の通り推移している。2015年には、 前年から35人近く増え250人を超えた。近年は280人前後で推移し、利用者は微増している。駅周辺に住宅は少ない。交通量の多い国道からは少し外れたところにあるが実は名古屋商科大学北モには名鉄トヨタ1000枚の駅からよりも近く、最短距離なら車で10分程度である。しかし、 同大学の公式 HP には案内されておらず、また道も細いためか、スクールバス等も運行されていない。周囲の地域と当駅や愛知高速、交通等部給料線の薬座駅、名鉄豊田線の上水駅を結ぶ、保健地域バスが通う、木曜に限り運行されており、駅前に乗り入れる。最寄りバス停は、篠原駅。愛知環状鉄道の30年40ページ。 愛知環状鉄道2019年愛知環状鉄道の30年年表愛知環状鉄道株式会社2019年プレスリリース平成13年12月ダイヤ改正について愛知環状鉄道2019年8月17日閲覧とか乗車券のサービス開始日について愛知環状鉄道オリジナルの2019年6月2日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 0 6 0 2 0 7 2 3 2 8 h t t p w w w a i k a n r a i l w a y c o j p p d x p r e e s r e l e s e 3 0 1 2 8 pdf2020 年11月8日閲覧。オープンデータデータ提供とよたし統計書とよたし、移動等円滑化取り組み計画書、報告書愛知環状鉄道。ありがとうございます。